オルチマルのとこにやった奴より、こっちが先か。オイラたちの情報を垂れ流しにするような裏切り者になってるらしいが、仕方ねえだろうが。術をかけた後どうなるかなんて俺も知らん。それよりその袋だけで大丈夫なのか。 相手は人中力だぜ。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんとお箱も持ってきてる。なんせ相手は一尾だからな。袋の中身は計算済みだ。うん、だったらいいが、あれも計算のうちか。 あんたら、暁だろ。その黒い衣に赤い雲模様。ビンゴブックに載ってるトップクラスの賞金か。なあ、あんたたち、俺たちに殺されてくれねえかな。賞金の一部で立派な葬式出してやっからよ。 賞金狙いの抜け人か。くだらねえ。おいでえだら、適当に遊んでやれ。オイラの芸術をこんな奴らに使うのは勘弁だ。やるなら旦那も一緒だな。くだらねえ連中に付き合うほどくだらねえことはねえぜ。
衣に赤い雲模様、暁に間違いないと思いますが、いかがします、ユーラ隊長。大至急手勢を集め、ユーラ隊長。なんでもない。そうか、そうだったな。では早速里に報告して手だれを集めてまいります。いや待て、すぐに終わる。すぐに。隊長、ご苦労。俺のこと思い出してくれた？はっ、もちろんです、サソリ様。そりゃそうだ、忘れたら術になんねえだろ。うるせえ、誰のおかげでここまで来れたと思ってる。こいつが始末してくれたおかげで誰にも気づかれずに済んだんだ。だがここからはオイラの出番だ。サソリの旦那は見てればいい。うん、里へは上から攻める。どうだい、この芸術的造形は。あんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。さあやって、どんなもの。